んこんにちは、ももりんごです。明けましておめでとうございます。いやー、2023年ついに来ちゃったね。まあ心機一転ということで、ももりんごも今年は恋愛面も仕事もこうやって動画も頑張っていこうかなって思います。でさ、最近登録者も500人ぐらいいて、みんなねちょくちょくコメントくれるので、全部一通り目通したりしてコメントとかも返信してるんだけど、まあ、今年から気になったコメントピックアップして、もうなんかコメント返信みたいな動画の頭に入れていこうかなって思ってて、もう何でもいいんだけど、まあ聞きたいことでも言いたいことでも本当に何でもいいんだけど、ぜひコメントしてくれたら嬉しいです。じゃあ新年一発目ということで、2回目のデートを終えた石風くんとの結果報告を話していくよ。で、2回目のデートは水族館に行くことになったのね。で、お昼ぐらいに、駅で前回と同様に待ち合わせして行こうってなってて、前回さ、めちゃくちゃあの石風くんがシンプルな量産型の服装してきてたから、もう全然分かんなかったの、人に紛れて。でも今回は結構なんか赤ニットおしゃれな感じで着てて、すごい目立つ感じで、なんか雰囲気変わるなと思って、で待ち合わせ合流したんだけど、2回目だったからそこまでね、前回よりは気まずさもなかったし、緊張もしなかったので、だんだんこう敬語の感じも取れてきて、なんか仲良くなってきたなっていう感じだったんだけど、でね、水族館ついて、でももりんごさ、もう水族館デートとかいつぶりですかぐらいのレベルだったから、もうすごいテンション上がっちゃって、もう生き物とか動物も超好きだしね。でもなんかいろいろペンギンとかさ、あのサメとかエイとか見かけるたびに、かわいいって、ペンギンかわいい、シロクマかわいいっていう感じでね、もう語弊力失った JK みたいな感じでひたすらかわいいかわいいって言い続けてたんだけど、そしたらそれ見て石風くんが笑ってくれてた。で、前回さ、ベーグル事件があってさ、まあ、ベーグルをベーグル屋さんで食べたかったのに言えなかったっていう事件があったから、今回はなんか食べたいものとかあったら言うようにしようかなと思って、で、なんか売店にあのタピオカソーダみたいなやつがあったので、美味しそうだなと思って、で、勇気を振り絞ってあれ飲みたいって言ってみたわけ。そしたら、あ、いいね、美味しそうだねって言って飲もうってなって、今回はなんか頼むことに成功したんだけど、でハニーレモンソーダみたいなタピオカだった。石風くんはね、ピーチソーダみたいなやつ。そうで、まあ、水族館の中でこういろいろ話したんだけど、まあ、前回はわりかし恋愛の話を主にしてたから、今回はなんか仕事の話してみようかなと思って、まあ、なんでかっていうと、なんかマッチングアプリって医者詐欺が多いじゃん。年収1500万以上です、医者ですとか言って嘘ついてるっていう例もあるから、本当かなと思ってちょっといろいろ仕事のね悩み相談とか聞きつつ確認しようかなと思って、でもこの水族館に似つかわないぐらいにこうブラックなね医者の事情とか給料のね待遇が悪いとか、そういう話をね、めちゃくちゃ闇深い話を水族館の中でしてて、医者になりたかったきっかけとかも聞いたりとかして、まあ、医者詐欺ってことはないなって思ったしかもすごいのが、なんか血縁いとことか家族とか医者の人が何人かいるんだって。すごいよね、なるべくしてなったって感じ。うん、そうそう。で、まあそんなこんなで1時間半ぐらい水族館いて、でイルカショーとかも見て話して、で夕方ぐらいになったから、あの石風くんが予約してくれた、まあ、海鮮の居酒屋に行こうってなって移動したんだけど、で直近でね、ももりんごがあの誕生日があったので、それを1回目のデートの時に伝えてたのを覚えてたみたいで、なんかデパ地下で買ったようなチョコレートを入ってて、誕生日だったでしょって言ってプレゼントしてくれて、え、石風くん成長したみたいな、その過程も前後も知らないけど成長したと思って、すごい気が利く人だなと思って、まあ、ありがとうと思ってすごい受け取ったんだけど、チョコレート大好きだったし、で、まあ、なんか前回よりは全然いい印象だったの。水族館も楽しかったし、
で居酒屋ついて、で、まあ、海鮮料理出てきて、まあ、前回のさデート動画の準備動画でも水族館行った後に魚食べるなんて気まずいやんとか言って、まあ、ギャグで言ってたんだけど、まあ、そんなの全く気にならないぐらい美味しくね魚をいただいたんだけど、そうで、まあ日本酒とかも慣れないことに飲んだりとかしちゃって、で、まあ軽くほろ酔いぐらいかな、お互いになって、その1回目のデートが終わった後に結構 LINE とかも続いてなかったし、期間が空いてたのだけど、まあ向こうが誘ってきてくれて今回遊ぼうってなったんだけど、まあなんで誘ってくれたの2回目ってちょっと聞いてみちゃったの、お酒も入ってたし、まあそしたら、まあ、向こうがなんかワンテンポ止まってどうしたんだみたいな思ったんだけど、そしたらももりんごちゃんは今日2回目で俺と遊んでみてどうって聞かれたの。どうってどう恋愛対象としてどうみたいな多分意味なんだけど、で、まあ、正直ももりんごはまあなんか今好きかどうかって言われたらまだ好きっていうとこまで行ってないし、気になるかどうかって言われてもまあうん少し気になるぐらいなのね。まあもともとさ好きになるのに時間もかかるから、もうすぐに相手のことを好きっていうのはならなくてっていう話もして、うん、だからまあまだわかんないからこれから知っていきたいと思ってるよみたいなことを言ったの。そしたらなんかいや実は俺の学生時代の後輩にももりんごちゃんとのデートをした時の話をして写真とかを見せた。そしたらなんかその後輩がももりんごちゃんに会ってみたいって言ってるんだよねって言われて、ん？どういうこと？どういうこと？え？紹介されてる？と思って、え？石風くんってマッチングアプリユーザーでありながら提供側でもあんのみたい。え？それって後輩くんが会いたいってことはももりんごは紹介されてるの？って聞いたら、まあそんな感じって言われて、まあ、ももりんごちゃんが良ければなんだけどって、待て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 今日のデートは何なのってなるじゃん。水族館デートまで行ってさ、え、紹介されんの？と思って、いや、まあ紹介は大丈夫かなっていうのを言って返事したんだけど、まあ、そしたらなんかやっぱ気まずい感じのね雰囲気流れちゃって、で、まあそっかそうだよねみたいな、なんかそのもりんごちゃんの今日気持ちを聞いてみて、まあ、お礼の気持ちがそこまでじゃないんだったら後輩を紹介するのもありなのかなと思って聞いちゃったみたいなこと言われてちょっと待って、なんかもりんご告白もしてないのに振られたみたいな感じの空気流れてんだけどと思って気まずってなって、うん、でまあなんかまあ石風くん自身もそこまで熱がないからそういう風になる紹介とかなるんだろうなと思って帰ろっかっていう感じになって、あえてねその問い詰めたりとかしなかったし聞かなかったんだけど、でもまあなんかそうやって紹介されるってなんかあんまいい気しないし、正直ももりんごはもう会わなくていいかなって思っちゃったのね。でなんか気まずい雰囲気にしてごめんねって最後言われてバイバイしたのね。本当だよと思いながら、それでまあ別れて、なんかむしゃくしゃすんなと思って、で最速で M ちゃんに連絡して、そしたらまあ紹介珍しいね、いろんなところでやってんじゃんってなんか言われたんだけど、はぁと思いながらさ、で翌日ぐらいに石風くんから LINE 来て、昨日はありがとうって、でなんか後輩のことを紹介して混乱させてごめんね、まあ、もしももりんごちゃんが良ければ後輩じゃなくてもまた俺とデートとか遊び行ったり行けるならまたやり直したいじゃないけど行きたいなって思ってるよみたいなことを言われた、うん、でその LINE はどうしようかな返そうかなって悩んだんだけど、まあ一応ありがとうって返して、でまあ次はちょっと行くかは今回の受けて正直悩んでるからすぐ決められないかなって返事した。で終わったって感じかな。石風くんとの関係はこれにて終了かな。まあ一回こうやってちょっとこじれちゃうとね、なかなか気持ちも冷めちゃうし、向こうもモリンゴに対して気持ちがないっていうのが正直なところが今回現れてたんだと思うから、
いやー、婚活は茨の道だ。これからも頑張るので見届けてください。じゃあね。